はい、どうも皆さんこんにちは、メイユリーです。今回は筋肉マンに引き続き悪魔将軍を使っていきたいと思います。パーティーがとりあえず組んだのがこれで、ティフォン、バインド回復、ノブダガもバインド回復で、カストル神キラーと明智新究極ですね。まあ、ちょっととりあえずティフォンの継承を外そうかな。これマシンゼウス用に攻撃耐性やみついてるんですけどね、バインドにしとこうか。もう最近のマシンゼウスはあんま使われないですね。最近劉備になっちゃったんで取っちゃいますか。さよならバルキリー。よし、で試す場所が闘技場行けるかな。あのリーダースキルがあ、いないね。これいないいないとなるとちょっと話は別なんだよね。これまだ対応してるね。リーダー探します。ってことでね、リーダーを探してきました。では闘技場、負けてもいいか、どこまでいけるかって感じでね、行きましょう。5個以下で消せない。10個つなげて最大倍率の6倍が出ますね。まあ、全ステータスに4倍かかってるんで、こいつも10万超えということでね。高校でしか消せないからな、なかなか。こいつは1列で死にますね、多分。うわ、コンボ吸収来たら絶対的に無理です。いくらリーダースキルで1コンボ加算されるといえども、リーダースキルじゃないか、普通のスキル。縦に踏んでいくのがやっぱベストかな。あー、闇を変えるのか、それはまずいな。あー、ちょっと水を揃えたかったよ。指が2個の3、4、5、6個、3秒延長ですね。じゃあちょっとスキル使うしかないかな、ここは。延々とやってくるな、こいつ。そしたら、火と木を闇に変えるんで、本人が。それでいいか。使います。コンボ加算されます。こんなエフェクトですね。最大倍率出してみますか。今の最大だよね、240。5倍、6倍。待ってよ、どうなのかな。6倍だったよね、36分がいってるはずなのに。違うのかな、あれは最大じゃないのかな。おっと、2列か、12個か。うわー、確保が大変だな。12個で最大っぽいですね、これは。こいつは、まあ、悪魔キラーもあるんでね。一応ね、このパーティーは。
キラー3本の悪魔キラー2本ですね、この編成だと。最近キラー持ちが多いから結構多いですね。バインドが来るね、1ターン目。カステルと明智とフレンドに来ないことを祈ります。難しいな。あ、来ちゃった。1セットで死ぬかな。多分死ぬでしょ。うわ、ちょっと無理だった。回復がやばいな。またバインドか。よしよしよし。とりあえず一旦闇作ってくれんかったかな、あいつ確か。神キラーもあるから列で死ぬな、多分。ちょっと回復が足らないね。お、来た来た。大丈夫ですね。まあ1列でだいたい50万ちょい、60万いかないぐらい。次は一人どうしよっか。まあ一旦耐えようか。1列で死ぬかな。見えますね。やっぱ神ギラー、神ギラー、神ギラーが強いですね。次割合だっけ。割合はちょっと痛いんだよな。カストル使います。この辺が多分闇になってるはず。うわ、ちょっとむずい。1コンボで314。結構いいね。闇いないし、水も火もいない。光だけだ、ね、唯一副属性であるのは。おこじゃさすがに無理でしょう。体力タイプスキル使おうか。誰がいいかな。やっぱこいつしかおらんか。やばいな、もうこれでいいや。列にしなかった。まあいいや。でちょっとだけ耐久したい。うん、もう一旦したいな。多分1列で十分でしょ。あ、消えちゃった。新しい街だわ。こいつはドラゴンバランスか。1列で死ぬか。まあゲイルアタックだけ耐えれるでしょう。ここは耐久ですね。
もう一段卓球しようか。で、ちょっと数が足んないかな。それでいこうか。消しすぎるな、また。少しでも上に残しときたいんだけど。はい。これ最後花火とかにしたらいいかな。カストルか。5個でいい感じになるかな。こいつコンボか、まずいな。うわー、きついぞこれ。できればいいんだけど、この盤面じゃ厳しいな。絶対落ち込んこないかな。うわー、ワイヤー来たよ。いいな、これ。これでよしか。いい盤面だったね。10コンボなんねえか。やぶね。よし、耐久できますね。火が揃えれたな。もうちょっと締め付けられていきましょう。もう行こっか。もう一旦耐えようか。ちょっとこれまずない。ちょっとまずいよ。あ、突破しちゃった。すげえな。終わったー。パールじゃなくて、もうやだよパール。ジン使ってくれるんでね。しかも回復されたか。じゃあいいや。これで闇が、こいつ何、キラ刺さんないのか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。まあまあまあ大丈夫なんじゃないかな。下に揃えちゃって、さあどうしようか。これはよし、まあいけるでしょう。よし、ギフト割合はちょっと困るんだよね。ここまたカストルかな。カストル大活躍。一応多分これが最大なんで。おい、カリカリならワンパンできそうだな。ケイユのネクタールは食らうか。どうしようかな。食らわない方がいいかな。ここまで来るとコンボ切るしも来ないか。悪魔将軍使います。まあ、この程度でいいんじゃね。
まあ余裕でしょ。おい、あー、まあでも神だからね、こいつ神キラーで 1,2,3,4,5,8,9 でしょ。1列食らったんだから、テラの先生も耐えれるよ。よしよし、悪魔キラーもあるから一旦回復するか。ちょっと全力回復しよう。お、いい落ち込ん。ちょっと耐えたいところなんだけど、どうしよう、回復が尽きちゃうんだよねこのパーティーは。死ぬか。倒せるじゃん。よし、カーリーまで来ました。できれば光カーリー。わあ、闇かー、闇かー。まあここは安定の悪魔将軍で、2列組んで蓋をするぐらいかしかできないね、これ。2列組んで蓋をして、もうこれが限界かな。なんか綺麗だな、盤面が。ワンパンいけちゃいましたね。1000万出ました。じゃ、P も貫通できるでしょう。じゃあ、明智使って、もうこれでいいかな。呂布じゃねえ。信長も使っちゃって、じゃあここで2列組んでやって蓋をして、まあこんな感じで終わりですね。貫通でしょう。はい、結構余裕でしたね。コンボ吸収、まあ4コンボまでだったら耐えれるかなぐらいです。5となるとちょっと厳しいかな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。